はい、お願いします。はい、うん、もう一つね、これって、まあ、何月何日ってこれちょっと言わないでくださいね、はい、これってもうあれですね、もうすぐということですね、はい、あのね、各時期が違ってるんで、あの、はい、福山さん自身がちょっと気づいてないと思うんですけど、どうしてこの台本が、はい、そのある意味自分もすごく辛いことじゃないですか、悔しいことじゃないですか、はい、もう騙されただけでは済まない話になってるわけですから、はい、ね、そしてまあこれをあまり喋りすぎるとその自分もまだ危険なことなわけじゃないですか、はい、ね、ということは、まあ、一言で言うと過激な台本になってるわけですよね、はい、今修正したから、うん、あの少し大丈夫になりましたけど、うん、これなんで自分はこんな過激なことを、うん、あの普段しないのに時折しますよね、はいはい、福山さんの場合は、うん、あの発言にしてもそうなんですけど、まあ、あの旦那さんとの発言とかお母さんとか娘さんたちの発言で、あの普段はこうとは違ってこうバーンってこう過激な発言をしてしまったりすることがある、うん、これを今回ね覚えてもらいたいんですよね、はい、これと僕はリンクしてると思います、うんうん、あのここにちょっと僕が読みますね、うん、今度イザナギ神宮というのがね、うん、淡路島にあるんですけどね、はい、そこに、まあ、行きますと、はい、だからここに、毒音対策のアドバイスありますか、あればお願いしますって書いてるんですよね、はい、うん、これってこう非常にその最近の福山さんにしては非常にこう曖昧な相談になってますよね、うん、具体的な相談ではなくなっているということですよね、うんうん、でこれっていうのは、はい、あの毒を一緒に行くから毒夫対策を僕に聞かないといけないって思ったのか、うん、何かちょっとこう不安な感情が出たからこれを書いたのかっていうのはどっちなんですかね、うん、まあ、例えば前もって僕に聞いて予防しとこうみたいな発想余裕のある発想だったのか、ちょっとここ何日間か自分がちょっとざわついてるぞと、自分の心がね、不安とかそういうのがなんか出てきてるぞとか、まあそもそもその神社に行くのがね、ちょっとこうなんか気がつけば考えてしまってるとかね、これはどっちなんですかね。あのね、うん、ちょっとこれに関しての、うんうん、まあ、この日に行くよってこう言って行こうなって言った私なんですけど、その時に、うんうん、ほんでまあ、あの女の、うん、まあ、私まあど、うんうんうん、年齢してから、そうですね、けど、まあ、男の人、うん、まあ、男の人、うん、まあ、女の人は、うん、まあ、先生と、まあ、うん、まあ、いい、まあ、別にね、うん、それしてもらわなくてもいいんじゃないの、うん、っていう話でしたよね。ほんで、まあ、帰って、うん、まあ、女の人はいいみたいやから私もしな、うん、やめとくわって言ったら、うんうんうん、旦那が、うん、お前もせえのって言ったんですよ。ほんで、うん、うん、それはまあ、あの観察靴記録ノートにもちょっと書いたことだと思うんですけど、前にね、でそれもあって、うんうん、なんか私はそのお前もいい、うんうん、あの、うん、そんな、まあ、そんなこと言わんとお前もせえのって言ったこと言われたから、うんうんうん、逆に、うん、まあやめとこって思ってるんです、うん、今は私。ああ、そうなの、うん、ああ、それちょっと説明してもらえますかね。いや、もう旦那の言う通りするとあのどないだと、うん、あんまりいいことないんちゃうかなって思ったんですよね。あ、じゃあ、あの旦那の、まあ、ちょっと迷ってたよね、あの、うん、ここちょっと整理しておきましょうかね、はい、旦那さんの言うことを聞かないと、うん、あなたと旦那さんはうまくいくんですか。いや、今までほら聞いてたから、うん、だからそれ分かってるんです、はい、逆に聞かない方がいいかな。いや、どう思うんですか。あの聞いてたから、ね、自分が苦しかったんですよね、うん、だけど、はい、うまくはいってたと思うんですよ。そうかな、そうなんです、
うん、言ってることわかりますよね。うまく言ってみたんですかね。うん、だって、え、だって、行けっていうのに行かないって言って気分を良くする人ってこの世の中にいないじゃないですか。うんうんうん、そうですよね。はい、じゃ あのやめとこうって思ってるって言って、うん、あのやめたらどうなるかっていうのは想像したんですか。うん、想像はしてないです。うん、でもだからやめときたいというのはそれは自分の気持ちじゃなくて、うん、あの何か今まで何か多分ね、あの、うん、うん、こう、まあ、僕からすると、うん、あの、まあ、分からんでもないんですけど、はい、あ、そこでそれを使うんやって思うんですよ。うん、うんうん、あの、いや、そこでそれ使うんやったら、うん、あのこの前の車ぶつけた時のところで使えばよかったのにみたいなね、その考えは。うんうんうん、うん、だからまあもちろんその、まあ、あれの失敗があって、うん、今度はみたいなのもあったんかも。うん、あのそんな感じなんですけど、だからこの違いっていうのは、うん、あの結局例えばあの車の時もそうなんですけど、はい、ご主人の言う通りするのがいいとか悪いとかの話をしてるんじゃないんですよ、はい、ご主人の言った通りなぜ自分がしたのかっていうことを多分福山さんは分かってないんですよ、うん、だってご主人の言った通り福山さんがしてきたのは、はい、言った通りしなかったら面倒くさい人だからじゃないんですか。なんで言った通り、うん、だから今回はやめとこうというのは、うん、なぜ言った通りし、これ言った通りしなかったらどうなると思ったんです。どうなるんでしょう、うん、分からない、ね、うん、これってあの例えばこうしたらこうなるっていうのが、うん、分からないのにこれを決定できるっていう理由はどういう理由なんですかね。普通はほら、あのこうしたらこうなるっていうのがわからないと、うん、なかなかその決めれないじゃないですか、うんうん、で今回はこうしたらこうなるっていうのがわからなかったわけですね。だから断ったらどうなるっていうのがわからなかったのに、うん、なぜ決めれたんでしょうかね。今回はどういう自分が心理でやめとこうって思ったのかっていうのは自分では気づいてる、そこはまだわからない、はい、うん、そしたら第2部はここで終わって、今回どうしてやめとこうと思ったのか、これ多分 YouTube 聞いてくれてる人もね、真面目な人だったらね、あのそういうふうに思ってしまうかもしれないなって思います。でそれはものすごくあのダメなことなんだっていうことをあの教えます、はい、うん、では第2部はここで終わっておきましょう。はい、ありがとうございます、はい。